皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、11月27日、14時39分です。ワンピースの、関係者、集英社の皆さん、もともと用意してた案で、イム様という存在がありますよね。その医療業界の意図を務めると書いて、でその AI の方で作ってるとされてるその音楽の曲とかを見ていて思い出したのが、そのシャンクスの思いっていう部分で、そのレッドバレットっていう形で、ごめんなさい、ちょっと違うことが頭の中に浮きちゃったんですけど、3分か5分ぐらいずっと殴り回しながら、もうレッドライン一周するっていう、その多分イム様っていう存在、そのエネルギーの残存量問題から、その戦争から何から何まで全部フェイクだったっていう、いろんな部分、シャンクスの声をされてた方はシャア・アズナブルさんの声を、シャア・アズナブルの声を担当されてた方で、だいぶ前に年齢見たと思うんですけども、70代の方だったと思います。で、もう今現場にはいらっしゃらないかと思います。役員名簿にあの名前だけが載ってるとか、怖い状況かもしれませんけども、他の動画でも少し説明してるんですが、その最初の方に風車のおっさんって呼ばれていた人、神戸市でいうと風緑っていうのが、神戸市の、シンボルのようなもので、風力発電という一つの、自然再生可能エネルギーに早く取り組まなければならないという、ちょっとあの鉄拳ガープの話青木氏と一緒になくてハーバーランドに船が止めてあったんですよ。昔のね、船を、あれ何だったかな。なぜ砲を張る方の、反戦の方の船なんですよね。その反戦運動の意味、だいぶ間違えてるんじゃないかな。ごめんなさいね、そのシャンクスの思いとか、そのエネルギーの残存の問題とかで、ね、解決したかったとか、次の世代に安心して、自分たちの生きてる間にエネルギーの供給が止まったりしないっていう、あとは地震とかに怯えないで済むっていう、すべての話がその解決できなくなったのはもう医療業界のせい。コロナウイルスも結局そうですけども、僕をね、精神病に9回も、入院させて閉じ込めて、で、自分たちは、大金稼いでいたと。だからそういうふうな連中とかが結局世の中にのそばってるっていうところで、深く物語を知れば知るほど、ルフィという存在がなぜ、対政府側なのかっていうところで、政府の中に入ってしまうと、どうしても政府の、人間は上について、揉み消されるという、揉み消されるって言い始めたんだ。春山聖子戦、アリキューマッサージ。これもう皆さん分かったでしょ、揉み消されるの意味。そのガールガールでね、挑発行為を仕掛けてきて、で、精神病院、怒らせて精神病院行きにするっていう方法、昔から仕掛けてきてると。で、そんなところとか知らなかっただとか、そういうふうな形で、あとは不払い云々とかを重複させていって、一向に、慰謝料だとか、春山聖子前限定で言うとそうなんですけども、テレビ局関係者がたくさん集まってきてしまってるから。これも、僕もどうじゃいいかわかんないですよ。今、ガープさんの声で負けっていう声が聞こえてきてるんですけども。僕もね、もう、この話、その河川水門開始玉発に関しても、テレビ局を訴えたときに、弁護士を出してきて、また同じ秋山っていう弁護士なんですよ。で、事実がなかったことにされてるんですよ。で、このままで物事を進められると、
もうどうしようもなくなるんですよ。で、これ払ってくれる払ってくれるとは言ってましたけども、阪神タイガースを訴えた時にこれ払ってもらえなかったらこれどうなるんだろうっていうところなんですよ。当てがないんですよ。その河川水門開式玉瀬のまず特許申請もそうですし、で特許をそもそも申請してそのまず敷設して、じゃあどこの企業がお金を出してくれるんだと、まあ、それがもともと我が天下とかのゲームで、1割の、支払い営業利益ので、そのお金で作っていくしかないと。その話もなかったなかったで、ね、別行さんも危ないと思うんですよ。金額はあの普通のゲームよりかなり大きいんで、使われてる人たちのそのお金の使用量がかなり大きいので、そういうふうなその自然再生可能利を普及していく、これで、未来を確保していくっていう形をね、作れなかった場合、じゃあ別行さんはどうなるんだろうと。まあ、もともとの名前は、陳山、陳ってあの皇帝とかの陳なんですけども、月に柵と書いて、まあ、まあ、柵みたいな感じですね。まあ、皇帝とか王とかそういうふうな立場の人たちを、まあ、もともと、まあ、三国志の時代の頃は、山の奥の方に長安洛陽とかがあって、帝がいてっていう形でしたので、で、全員、その、支払いから、その、逃げてしまってる状態で、僕もその、どうしたらいいのかわからないっていうところで、ただ未来は描いていた。だからまあ僕もそのシャンクスという人物に、それを思いとしてね、シャンクスの思いだみたいな形で、ルフィが、そのイム様を殴り回して、もうそれ3分か5分くらい本当に、今までのいろんなこと、エネルギーの残存量問題から何から何までそういうところがわかるような形でね。で、まあ天竜人とかの話とかもそうですけども、いろんな回想シーン。で、最後に、その風車のおっさんが出てきたときに、これ風力発電ぐらいしか進んでんやんっていうね。とんでもない、すべての話が分かってる人からしたら、そのテレビ見ていて、こう、はしご落とすぐらいのご飯食べながらこうテレビ見ていて。だから、朝に放送し始めたんでした。日曜日の朝に放送。さすがにこれぐらいの時間帯だったらもうみんな朝ごはん食べ終わってるんちゃうかみたいな。これけどどうします、運営者さんの方でその河川水門開式玉瀬の特許申請料とかその弁理士さんとか弁護士さんとかを雇っての話になりますから、僕の方である程度書類作ってますから、合計で100万を超えることはないと思うんですよ。それ一回始めてみます、どうです。もうちゃんと会ってくれる人じゃないと無理なのと、あとね、電話番号のそのショートメッセージとか来たりするんですよ。でそれに関しては僕の方でブロックをかけたりとかして、そこへ電話をかけ直しても、いや、ブロックをかけたものに関しては電話番号わからないんですよ。で、もともとそれも警察官の人と話していて、電話かけたところが、海外とかで通話料取られることがあるっていうことを、それやめとった方がいいですよっていう話を、もう、なんかこう、熟女なのなんだのっていうことを書かれてるんですよ。ああ、なんかもう、よくない業界からのメッセージか何かなんだろうなっていうところで、それブロックしておいたんですけども、もしかしたら芸能人かもしれません。だけどまあその辺のところも分からないんですよ。はっきり言って。直接教えてもらわなかったら。で、まあ080だったんですが、この間。で、だからまあ、一回ブロックしてしまうとその番号は分からないので、まあ相談先とか、記録っていうのもつけれなかったりだとか、まあ今日の朝、脱着信履歴なんかは、ドコモだと思うん
ですけども、NTT だと思うんですけども、未払いがあります、うんぬんっていうような、ボタンを押してくださいっていう変な、伝言メッセージがあったんですよ。まあ、伝言メッセージだから、ボタンを押しようがないんですけども、もしかしたらそのコンピューターとかを使って、完全に機械音でしたから、アナウンスが。だからそこに引っかかって何か押してしまうとお金を取られたりだとか、そういうことになるのかなと。まあ、一応こういう動画も、まあ、漫画業界の方たちへのメッセージへのところへ、からアクセスできるようにしておきます、一番と。だからまあ、みんな風車のおっさん行きの話、全員が全員、結局風力発電ぐらいしかしっかりと進めてこれなかったと。だから畑の上、新幹線でこう、名古屋から静岡へ行くときに畑のところでね、その太陽光パネルを畑の上に置かれていて、海外から輸入してるやんっていうような形でね、農作物。そんなことしてたら自分たちで作ったら運んでくるだけのガソリンとか消費されなくて済むから、乗せるんだったら最低限屋根の上とか、あとはエネルギーの残存量問題と台風消滅とかで台風が発生しそうな地点から、風とか取ったりすると。だから屋根の上は、小さな風力発電、小型の。だそれが最終的な答えだったのに、もう答えがいっぱい変わってしまいますから、で、まあ、今日に至るみたいな形になってるんですけども、もう、なんせ河川水門外水道発電、あれを作らなかったらもう、絶対どうしようもないです。もう、それだ、あれだったら日本中に敷設したら、オール電化への道が、突き進めれますんで、けどまあ経済原理とかいろいろありますから、その家の中のシステムを全部オール電化っていうのは、まあなかなかこれは費用うんぬんとかかかって、まあその前にまず全電力を自然再生可能エネルギーで賄えるところまで、その河川水門外式ダム発電含めてですけども、まあカテゴリーは水力という形になりますけども、それができなかったら結局、どうしようもないという、まあ、以前もこの内容を動画で公開しましたけど、ごめんなさいね、自分のと。これはレッドバレットのところまでは言ってないと思うんですが、そのテレビに向かって言う方で一周っていう話、今までの思いだとかそういったもの、もし僕に子供がいなかったら、授かれなかったらっていうところで物事を考えていくと、特許申請したところで、じゃあ子孫、だから僕は今年47ですから、特許申請で出願して、まあ、1年後ぐらいから、特許申請通りましたと。で、そこから行政が動き出して工事始めてだとか、行政が動いて河川法で知事市長とかの許可が必要になってくると。で、まあ、琵琶湖に関してはもう完全に国会とか内閣とかの、そういったところの許可だと思うんですけども。いろんなこと言ってみたところで何も変わってないですから、だから、裁判所通しても何も物事を進んでないですから、だから全員が見当たらないんですよ、裁判所の裁判官に。で、自分たちが物事を動かさなかったらダメだっていう強い意志とか気迫、そういったものが完全に欠落していて、ひたすら、だからもう老人の人がね、権力者になったりとかするのは間違ってると思うんですよ、裁判官とか。かといって知識がなかったら無理ですし、どうしても仕事が忙しかったりしたら、その河川水門外式弾発電とかエネルギーの残存量問題で7になってしまうと思うんですよ。自分が生きてる間ぐらい、石油、ガス、手に入るからいいかと。物流が止まることはないかと。だからそういうふうな甘い考え方 が今日の石川県の能登半島の地震を招いていると。で、あとは河川関係のところからの地震ですね。もうその辺のところとかを全て抑え込むことができたら、これはもう世の中がらりと変わります。
だってね、せっかくある程度出世して人材派遣会社の人たちとかをコロ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 入れ替えて、自社の問題すらなかなか解決できなくなるような IT 関係の会社で、どうしてもそうなってしまうなって思うんですよ。いろんな会社のところ、そちらがどうなってるのか、あちらがどうなってるのか、こちらの方ではみたいなことになってきて、素人の人間にそんなことどうにかして、くださいみたいなことを言ったところでね、どうにもできないんですよ。こちらだってありとあらゆる方法を手尽くした後ですか、我が殿下のことなんですけども、Android という端末からその、iPad の方にデータが移せないっていう状況に陥ってしまってるんですよ。その Facebook のパスワードが分からなくなってしまいまして、保存っていうところもボタンの押し方一つで間違ったのか、僕もね、その途中で何をどういうふうに間違えたのかよく分からないんですよ。これが一番困ってしまうことが。だからもう、まあ、なぜ、まあ、What とかああいったものも、ジャストアンサーさんに丸投げじゃないですか、Facebook さんで。で、まあ、ザッカーバーグ氏も彼も僕と会ってる方なんですけども、確か。で、Watts っていうアプリを、まあ、ジャストアンサーさんのプロの人に画面共有してもらいながら、まずダウンロードして、ダウンロードはしたんですけども、パスワード変更をしても、そこに、番号が飛んでこない。こういった現象が起きていて、ユニコーンガンダムで、ワッツっていうキャラクター、ジェガンの発展機みたいな黒、まあ、黒に近い機体、青い、濃い色の機体で、純エースみたいな、ニュータイプではないですけども、純エースみたいな形の3人組でしたっけ ?4 人組でしたっけ?で、まあ、ユニコーンガンダムに乗ってるバナージが、土台にね、乗ってる、その、ワッツの機体を、蹴って落としてしまうんですよ。それで蹴って飛ばすって。もともとそのワッツをダウンロードしてもパスワード変更ができなかったのか何なのか。いろんなアプリを作ったところで互換性だとかなんだとか、新しく、スマートフォンの機種だとか、いろんなところの紐付けに関してもそうですけども、紐付けをたくさんするとしたで、もう何がどうなってるかわからなくなるっていう、そういった現象とかも、あります。だからまあ、そういった部分も含めて、描きます。ワンピースで。その話で持っていったら、まあ、ユニコーンガンダムとか、ガンダムのその対策と呼ばれているところとか、まあ、その辺のところに関しては、広く、説明、コラボというような形になってくると。でそこは、意欲という言いますか、こう、広範囲の、顧客の獲得っていうところでは、そこは非常に効果が高いと思いますよ。プラス、ハイケースケという形になってくると、スポーツ業界、元スポーツ業界とかに広まっていくわけじゃないですか。この間、パリオリンピックでちゃんと説教したときに夜中にですよ、テレビに向かって言う方法で撮影しながら、現地ではもうスタンディングオベーションでしたよ。スタンディングオベーションっていうことでいいんですよね、立って拍手っていう。エネルギーの残存量問題からね、何から何まで地震がなぜ発生するのかっていうところで。それをね、動画で上げようとしたら、上げれなかったものですから公開できませんみたいな形でゴミ箱に捨てちゃったんですよ。それを裁判所に出したらよかったのに。ちょっとね、本当もう手詰まり感ですね。本当に、ちょっとまあ僕もどうしたらいいのかわからない状態で。まあ結局のところは SOS 状態。です。以上です。まあ好きなだけそのイム様という存在がね、もう僕は見ましたから、元韓国の大統領のイムンバクさんが宝塚三田病院っていう精神病院に、三田市にあるんですよ。三田市にあるのに宝塚三田病院。宝塚に宝塚音楽学校っていうところがあって、宝塚歌劇団だとか
こんなもの作って最初から返済なんか不可能やんっていう、そのバブル後遺症っていう1990年のバブル崩壊前の、バブル崩壊前からああいう風なものを作ってたはずだから、それを淡井圭介のせいにしてきたっていうことになってくるんですよ。まあ、イムバクさんは吐く息で現れました、僕の目の前にね。またあのイムバク大統領を敷いた頃のあの人、日本語ペラペラなんですよ。あ、もう目が細い、全然開眼してない時の目で現れて、その後ですよ、あのサッカー、あの日本代表岡田としてあの監督をしてたの、多分ドイツ人物ですね。開眼して目が大きくなったっていう、目が 見開かれてるっていう状態。本当はあの顔の時の状態で韓国で大統領をしていたのかもしれませんし、だからまあ、もう僕もよくわからないです、本当にこの世の中のことが。まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦も僕の中では多分あのフェイクだなと、フェイクの戦争のニュースをずっと昔から放送していると。有馬警察署 そのもう引退した、昔のあのご老体の方たちがね、こう次の世代僕らの方で勧めしておくからっていうようなことでね、あの白黒 その戦争映画の頃からあの映像加工はできているっていうことを言っていて、まさか条約で確かありましたよね、第二次世界大戦に関する嘘がどうこうみたいなことを。どんな条約やねんっていうね、もう素直にその第一次世界大戦自体、オリンピックの解体時期大体一致してくるんですよ。で、戦争したことにしてオリンピック解体したっていう、その時はちゃんと素直に言ってたんじゃないですか。資源の使いすぎだと、ガソリンとかので崩落とか地面の空洞化で大きな地震が発生していますと、それを本当の話で止めていたのに、それで日本はだからちょっと国際連盟、国連の前の国際連盟の時の脱退のタイミング、もう一度よく見てみないと。日本スポーツを続行するために脱退したのか、アメリカと仲良くなってフェイクニュースと突き進んで原爆投下したことにしたのか。もともと広島もあの原爆投下の日に黒着てる人が現れたから、何かおかしいなって思ったんですよ。子供の頃、小学生の時に騙されたらダメだっていう話と、ワンセットで黒着てる人に。もうこれ 5分、レッドライン一周15分ぐらい、いろんな思い出込みずっと殴り回し続けてるっていうし、15分にします、5分じゃ足らないでしょ。説明付きでルフィが口で説明しながら殴り続けるっていう、まあまあ僕の方で法改正の方とかで、例えば健康保険法と国民健康保険法、それは一つにできます。で、あとは行政の出している厚生年金の、まあ、そこも一体でいいと思うんですけども、介護保険料とかその半分は会社の折半で、月額これっていう表を貼り付けて、あとはその後に説明文を書いておくと。だから六法全書の中の内容も無理がありすぎて、1週間で厚生年金の加入の労働時間が20時間だったと思うんですよ。だけども本当は月額ですから、最終的な結論に至ってないんですよ。だから六法全書を読めば読むほど間違ってしまうっていう。だから僕もね、天皇陛下が総理を任命するっていう法律で、書かれてるんですよ。だけども、現場では、党内だけじゃなくて、全議員が投票して総理を選んでたわけじゃないですか。これ六法全書読んだら読んだでこれ間違えるわっていう話になるんですよ、最終的な結論に至らない。だから僕の言ってる内容のその最終的な結論の方で法改正していけば、多分六法全書ワンツーで現行日本法規、現代法規と現代日本法規をもう安倍さんの時にまとめてもらって、現行日本法規っていうものをやってるんですけども、
それは神戸市の中央図書館にあります大倉山図書館と呼ばれているんですけども、まあ、地下鉄大倉山駅か JR 神戸駅で降りてもらったら、もう歩いてすぐです。まあ、電波で聞こえてきたのは、まあ、裁判官機能だと思うんですけど、みんなそのつもりだっていうような、元警察官か現役の警察官の人の声だとか、そういったものは昔の声聞こえてきてるんですけども、うん、何にも進んでないです完全の河川水門回収機動発電がこれが始まらなかったら全然意味ないですから。あの、まあ、ガソリン車の生産停止まで持っていきましたけど、もう時期が遅すぎて、多分それ2020年の東京オリンピックで入れ替わってると思うんですよ。それ他の動画で言ってるんですけども、だからね、あの、だから僕は二十歳ぐらいの頃にやるのは続行ですぐに河川水門回収機動発電を取り組んでおくべきだったんだと思います。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の、設定をよろしくお願いいたします。まあ多分その方向で進むと思います。そのイム様がなんで、なぜ僕は未だに様付けでイムがねって、そのレッドライン一周しながらこう、あのボコボコにされるっていう、そこはやっぱりあの武装色とかでこう金属鉄みたいな黒い色になってますけども、それがね、あの摩擦で、空気摩擦で焼けていって、まあ、サンジの、あの、黒足のサンジのその、ディアブルなんとか、ディアボロ、ディアブル、ディアボロ、ボロとブルと、どうせもう空想で作った存在だから、もうどうでもいいやってなりました。ファイナルファンタジーで。なんか名前、二通りの名前見たことがあったような気がするんですよ、本当にもう。僕もね、もう長い間もうファイナルファンタジーからもう離れてましたから。どうしましょう、本当に。どこが結局主導権を握ってるのかよくわからないような状態で結局物事続行してますけども。まあ、スポーツの勝ち負けに関しては、この間台湾、との決勝戦、もう日本がもう負けっていう方向で、進みました。だって台湾で始めていて、なぜ決勝ラウンドでエアコン使ってしまう東京ドームで試合してるのって、さらに決勝戦まで東京でするのって何してんの、エネルギーの残存の問題なんだから。もう大会そのもの自体ワールドベースボールクラシックだけにしといてくれたらいいのに、台湾でそのまま決勝ラウンドと決勝戦したらいいのに。もう全部話めちゃくちゃですよ。もうね、そういうことも含めて、それワンピースの世界でスポーツの歌詞をなんかどう表現したらいいのか。どう表現します？まあまあ、とりあえず僕が70歳ぐらいの頃にはエンディングを迎えてほしいんですけど。いくらなんでも、そうじゃなかったら僕結末がわからないままあの域になってしまう可能性、その老人ホームだとか、あのそういうような形になる可能性もなきにしもあらずですから。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。長い間ご視聴ありがとうございました。周囲者さん以上です。太田さんっていう人が誰なのか今まで僕も分からないです。